どうも、WCCF、開封動画0910パート4ということで、開封していきましょうか。よいしょ。まあなかなかね、いろんなカード出て楽しいです。何が出るかな、何が出るかな、何が出る。お、クリスチャン・ポールセン、これ前のバージョンでも出たな。頑張ってんね、ポールセン。まあこれでも使えるカードですからね。ディフェンス17ありますからね。まあ、好きな人は使うのかなって。ユーベ好きとかデンマーク好きとかね。まあ、俺は別に興味ないんで、ポールセンに。ポールセンにそんな関心ございません。ごめんなさい。ごめんなさい。おー、これあれか。イバノビッチやんな、確かに。バノビッチ。ブラニスタラブ。言いにくいな、おい。なんやねん、セルビアの表記。右サイドバック。これ、いい選手でしたよね。まあ、いい選手っていうか、プレミアっぽい選手ですよね。フィジカル強くて。いかにもザ・プレミアみたいな。そんな選手ですね。まあ、でも使われへんな。スタミナが14しかない。いや、でも懐かしいね。でもこの年優勝してますからね、確か。お、グレン・ジョンソン。この選手、いい選手でしたね。いい選手ですけど、ピークが短すぎたよね。もっと活躍してもよかったけど、なんかピークがあっという間に終わっちゃったって感じで。俺結構好きでしたけどね、この選手。使ったことありますからね、実際。これの白かな？白を使ったことありますね。イングランド史上最高の右サイドバックって言われたものをグレン・ジョンソンあげますけど、ガリー・ネビルよりグレン・ジョンソンですね。お、このあれはボルスブルクですね。サシャリータ、知らんな。ドイツ人右サイドバックなんか、いや、これは知らんわ。まあでも使えますね、スタメンで。スタミナ17ありますから。スタミナないと使えないですからね。まあでもね、この頃優勝してるあの、マガトですから、ドイツと。ね。フォルスブルクは。マガトすごいです。今なんかヘルタ・ベルリンがどっかで監督してて、継続してんのかな、ちょっとわかんないですけど。ね、軍隊みたいなサッカーしてるらしい。高校サッカーの軍隊みたいな。ひたすら走るみたいな。いたな、これも。フロラン・マルーダ。今何してんのかね、マルーダちゃん。懐かしいな。まあ、いい選手であるっすけど、そうやね、チームプレーな、その突出したプレイヤーではないな。そこそこいいっていうぐらいかな。まあでもそのぐらいがいいんすよね、ちょうどね。あんまりスーパースターね、集めすぎると。大変やから、チームが。まあ、能力揃ってますよね。スタミナもスピードも16、テクニックも16。ああ、どんな印象か覚えてへんな。でも単なるテクニシャンってのも戦える選手だったのかな。ちょっと記憶ないですね、さすがに。誰、ホルヘ・フシール。いや、これ知らんわ。こんなんおったんや。スタミナ14使われへん。右サイドバックっぽいですけど。使えませんよ。まあでも、ポルトとか懐かしいな。この頃からポルトが出たんやもんね。それまでそんなポルトとかないですからね。さあ、行きましょう。うわー、出た。恐ろしい南米の。ウーゴ・イバーラ。右サイドバックっぽい。スタミナ15がギリギリ使えるかなっていうレベルですかね。恐ろしいカード出ましたね。感想言われへん。まあ、ええけど楽しいから。楽しいからええけどさ。びっくりするわ。おー、レイナー。これまだ現役っすからね。確か今シーズン限り、あと1年でもう辞めるっつってますね。とか、スペインかどっか戻ったんかな？なんかラツィオかなんかにいました。イタリア、この人、いろんなこと言ってますよね。イタリア行ったり、この時プレミアっすけど、バイエルも行ってるでしょ。なんかいろんなこと言ってるね。ま
監督になったらめちゃめちゃいい、ね、いい監督になりそうやけど、経験持ってるから。すごいよね。でも、スペイン代表とかでカシーサスいたんでね、レギュラーにはなれなかったですよね。で、バイエルンいてもノイアーの機会みたいなね。なんかベストセカンドキーパーみたいな感じなのかな。明るいし。まあ、それもそれでどうかと思うんやけど、なんか難しいよね。ミランとかにもいたんちゃうかな。なんかいろんなとこ行ってるからね。すごいよ、逆に。あ、これ、まあ、さっきも出たな、なんか。うわ、絶望的やん。こんなんが2枚出るとかも。地獄やな。地獄すぎるやろ。はい、0910、パート4、ラストです、これが。なんか面白いの。ウーゴイバーラ2枚目。びっくりすんな。びっくりしたわ、逆に。おもろい。ちょっと待って。パート4の取れ高、まあ、ないこともないけど、誰が出た？あ、グレン・ジョンソン。あ、ポールセン。イバノミッチ。まあ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 。面白いね。はい、まあ、そんな感じで、0910、カード開封動画パート4でした。ありがとうございました。